草むらがね明るくしてくれるだろう。よし、じゃあ草むら行こう。草むらマットラット、レック、レックスレスという、展示です。草むらマットラットって、まあご存知の方は、ね、まだ少ないんじゃないかと思うんですけれども、まあ大変面白いで、3人組のですねアートグループです。でですね、なんていう駅だったっけ、あれなんかまあね、とにかくねバカみたいに行きにくい場所にあったんですけど、新京成線か、新京成線っていうのでね、もう駅の名前忘れました。何もなかったです、駅出ても。まあなんか 2個ぐらいチェーン店があるみたいな、そんな感じのところでね、まああの彼らがアトリエとして使ってるところらしいんですけど、そこでやってました。で もともと彼ら広島の広島県立大学かな、かなんかの美術学科の卒業生で、広島にはですね、あのチンポムの水野くんがですね、実は広島に今住んでるんですね。で、水野くんが、まあ、スペースまだやってるんだよね、あのスペースやってて、でそこなんかでもいろいろ、まあ、活動したりしてた、作家たちですね。でまあ、あのちょろ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 しててですね、でまあ僕もと、あとまあ花房家がやっているですね、花房ファミリーがやっているエサハウスミュージアムにも来てくれてね、で、でまあ飯食って帰っていったみたいな感じですけどね。でなんかキャラの濃いやつらだなみたいな感じで思ってて、なんか作品とか見せてもらったんだけどね、あの画像とかはね、なんかすっげえでかい、なんだっけ、すげえでかい、あの、あ、誰だっけ、レディー・ガガじゃなくてね、なんかね、ちょっとね、もっとね、なんかね、違うんだよ、なんかね、パリス・ヒルトンみたいなの作ってたんだよね。すげえでかいパリス・ヒルトン作るみたいな。そういうことしてた。いや、いいよね。だからね、あのね、最後にね、まあちょっとね、僕、メンバー2人しか会えなかったんだけど、3人のうちね、まあ2人だけね、見るとね、こういう人たちです。ね。もうなんかこう、田舎臭いでしょ？いいでしょ？可愛いでしょ？で、こうやってなんかね、ボンボン、こんなことしちゃダメですよ。ダメだよ。ね。でここのね、右のここ、右じゃねえや、左のね、ここの、吊るされてるのはね、サンドバッグなんですよ。サンドバッグなんだけど、あの、あのギリシャの、ギリシャっていうか、まあギリシャ時代でね、まあなんかイオニア式とかあるじゃん。あれの、あの柱。柱を、こう、なんていうの、自由、どうぞご自由に、サンドバッグで叩いてください、みたいな。っていう作品。作品かどうか知らないけど。で、これね、パッとね、上がったらね、これ一番初めにあるんですよ。でね、これね、まあまあ、これは面白いね、ビルで。なんか彼ら、やっぱりね、あの、まあ、すごい可愛い、そう、非常に人懐っこくて、あの、かつ、なんていうか、すごくこうオープンマインドでね、人に接することができる人たちなので、まあ、あの東京に来て、まあ、2年ぐらいなんじゃないかなと思うんだけど、あのすごくね、いろんなあの知り合いもできていて、この地域で、このビルを持ってる人にすごい可愛がってるもらってるみたいで、まあアトリエとしてね借りてるビルで、個展をしてるって、こういう形になってますね。はい。で、なんかこれはなんかに、あの途中でなんか NPO 法人健康麻雀クラブっていうのがあって、なるほどみたいな。まあ確かに、健康になりますよね、麻雀、はいはいはいみたいなね、なるほどみたいな、深いと思って、 NPO 法人にしてるのかみたいな、麻雀みたいな、雀荘ですよね、はい、雀荘が NPO 法人になっている町、ね、の上で、草むらマットラットが個展やってるね。これがなんかこうギリシャっぽくしてるわけで、全体的に。でもこのなんかあの草とかあるじゃん、月桂樹みたいなさ、
なんだもうただただドンキで買ってきたみたいなねやつでギリシャを作ってると、それをボンボン叩くと、いいですね。はい、これですよね。はい、まあ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 、そういう作品、これはそういう作品ね。で、あ、これ作品なのかなと思って僕じーっと見てたら、あ、すいませんっつってね、映画見てましたっつってね、作品流さなきゃいけないところで映画を見てたっていうね。まあまあそういうお家で僕しかいなかったからね、YouTube で変な時間に行ったんだよね僕ね。まあまあそういうことですね。はい、でまあまあまあマップとかこういう感じで、なんかどういうことなのか全然わかんないんだけど、はい、でこれですね。まあね、とにかくね、まあなんか難しく言わずに、なんか身体が大事なんだみたいなことをコンセプトでは書いてありますね。で、この作品はですね、T-Rex じゃなくて、なんて言ってたかな、パキケファロサウルス、パキケファロサウルスね。ジネディーヌ、パキケファロサウルスね。どういうことかっていうと、これ、ジダンですね。ジダン。あのジダンが一番最後に、あのこう頭突きで、ね、ワールドカップ終わると、決勝でね、というのがありましたね。あるとですね、パキケファロサウルスっていうのは、あの頭突きがこうすごい強い、サウルス、恐竜ですね。これが一緒になってると。意味がわかりませんね。意味不明ですね。ただ何でしょう、このクオリティクオリティはめちゃくちゃチャチなものを使ってるんですけど、すげえこって作ってるんですよね。はい、で、これはですね、アメフトのヘルメットがあるんだけど、これでなんかのドラを叩くっていうね、ゴーンみたいな、これだけっすみたいな感じで言ってましたね。これすっごい、これ僕ねめちゃくちゃいいと思いました。これすごいいいと思いました。これはですね、ブラックパワー、ちょっと待ってね、ブラックパワー、ジェビーズ・ギャルかな、ジェームズ・ブラウンと、あとギャルが一緒になってるってことなのね。で、まあ、ギャルが好きだって、俺ギャル好きなんですよみたいな感じで言ってたんだけど、そのギャルって、まあ、あの黒ギャルですよね。まあ、もちろん、当時から言われてたことだけど、黒人に憧れるっていう文化だったということですね。だからこう、あの金髪にして、あのドラゴンボールとかもそうだけどね、バーッとスーパーサイヤ人だったらあの金髪になるっていうのは、まあ、西洋に憧れたみたいなね、まあまあ、 あの文化的な解釈ですよ。それが正しいかどうか別として、そういう解釈が可能だっていうことですよ。で、でもまあ、 あの金髪にするとかそうなんだと思うんだね。やっぱりあの、西洋の金髪への憧れなんだと思うんだけど、その黒人に憧れるみたいなものと、ジェームズ・ブラウンっていうものを、ごめんなさいね、黒人に憧れたギャルと、無意識でだけどね、彼女たちはおそらくね、と、ジェームズ・ブラウンのこのギューンみたいな、ね、感じを合わせて超セクシーに、その2つのその2つを掛け合わせて、そのセクシーさの体のね、セクシャルな体の極限までいくっていうことだよね。つまりこれはね、僕ね、でもね、これすごく何がいいと思ったかっていうとね、要するにね、もうね、今ね、ほとんどアセクシャルでしょ。アセクシャルこそが政治的なんだよね。アセクシャル、ノンセクシャル、ノンって言っちゃいけない、アセクシャルね、あの否定のアね、アセクシャルっていう、否定じゃない、否定って言っちゃいけないんだよね。でもまあいいや、あのアセクシャルっていうのが、結果的に最も正しくなってしまうっていう世界にあってね、こういう形で掛け合わせて、そのセクシャルな問題っていうものを、新たな形で追求していくっていうのは、つまり身体のね、新たな形を追求していくっていうのは、これは僕はねすごくいいと思いましたよ。これはやっぱりね、政治性を真正面から受けてるけれども、やっぱりね、ギャルっていうことでね、自分の方にやっぱすごく引きつけてるでしょ。あるいはその自分の暴力性のをこう引きつけてるでしょ。自分の暴力性を引き受けた上で出してるでしょ。いい。だからこれすごい政治的だと思いますよ。僕はあの、だからある意味で PC だと思う。
だコレクトだと思います。これ僕はこれがコレクトだと思う。でこれこそが政治なんですよ、本来は。これこそがアートのやるポリティカルっていうことなんですよ。で、セクシュアルだね、もうすべてね、こう性器とかカットしてねっていうのがそのポリティカルなのかっていう問題はやっぱりもう一度考えた方がいいですよね。まあまあ、そういうことは、まあ、あんまりこれ突っ込まないことにしても、まあ、そういうふうなことを思ったりはしましたね。でこれも僕すごいね、造形的にすっごい好きでした。これね、バットにこれ注射打ってるんだけど、別にこれあれだよ、麻薬打ってるわけじゃなくてね、ステロイド打ってんだって。バットにステロイド打ってめちゃめちゃムキムキになったバットっていうのを、クオリティはね、なんか高く見えるんだよね。なんか別にもう金がないから大したもの使ってないって言ってたけど、でもすっごい高く見えるんだよね。そういうのね作ってて、これも面白いよね。これすごい良かったよ。いやストレートの問題すごく大きいからね。だからなぜストレートがダメなのかっていうのもよくわかんないんだよね、実は。でステロイドがダメなのかいいのかっていうのも微妙な線引きでしょ。なんだっけ、ボディービルか。ボディービルってあれステロイド打たないとどうにもなんないわけだけど、なんかこうムキムキのままさ、ムキムキのままあの人たちも飯食わないでこう落としたりするから、脂肪をムキムキ、もうムキムキなんだけど餓死したりするというね、実はね。でもでまあそういう人もいれば、ステロイドちょっと打っただけでオリンピックとかもうアウトじゃない。でやっぱそういう問題とかを、まあ分かりやすくこう提起してると思いましたよ。これ非常にストレートでいいですよね。これは国際的に、これはもう普通に海外持って行って売れると思いますよ。これは売れません、絶対。これね、誰の顔かって言うと水野くんですね。水野くんがですね、一回ですね、広島で失踪したらしいんですよ。チンポムの水野くんね。ひどいこといっぱいさせられてた人、なんていうの、こっくりさんタトゥーっていうのを、こっくりさんつって、タトゥーを入れられたりね。カラスのカーこと、1ヶ月だったっけ、生活させられたり、そういうことをしてた水野くんですね、はい、が失踪したらしくて、それを探してますっていうので探したらしいんですよ。この絵を描いて、この人知りませんかっつって、結構似てるんですよね。まあ見つからなかったらしいんですけどね、気づいたらいました、戻ってましたって言ってましたね、はい。まあ、よかったです、はい。これはまあね、本当はダメなんですけどね、はい、ね。これはね、こういうところはね、まあね、ちょっと学んだ方がいいかもしれないけどね。これマジでやばいんだよね。まあもうこれ。はい。これもスルーする。で、まあ展示として、まあ展示っていうか、まあなんかこう置いてあるんだけど、まあごちゃごちゃっと置いてあるだけなんだけど、まあいい感じでしたよ。ジダンと、ジェームズ・ブラウン。ですね。これすんごい角度でよく立ってるなと思ったけど。だから実はなんかこうディテールが結構凝っててね、こんな角度で立つからね、よくわかんないよね。ギター切ったりしてました。ギター切ったのこうアンプに繋いでるからずっと音がしてんだよね。これは絵なんだよね。ちょっとこれはよくわかんなかった、ごめん。この辺もなんかいろいろ作ってんのかな。これなんかちっちゃいな。まあこういう感じか。こういう、まあ、これちょっとこれ以上わかんないけど。あ、こういうなんかちっちゃいの作ったりしてましたね。うん、まあ、でもやっぱり、まあ、この2体がやっぱメインですよね。うん。あ、さっき言ってたドラですね。ドラ。ドラが右の方に見えてますね。ヘルメットでポーンってやったらドラがポーンってなるみたいな。そう。上になんか魔法陣みたいなの書いてありました。まあまあ、でもやっぱこうやって見たら、やっぱ2個の立体の展示ですね。うん。これこういうのはなんかね、ちょちょってやってて面白いんですけどね。修羅の時、修羅の時じゃねえ、修羅の門っていう、この格闘、なんていうかな、格闘漫画って言っていいのかな、まあ空手漫画っていう、空手でもないのか、あれ武術かの漫画でに、なんかなんて書いてある、サメ肌って書いてあるのかよくわかんないね。
で、なんか恋の彫刻というか、なんかまあ、これが3人のね、写真。まあまあ、こういう感じで。はいはいはい。あ、で、なんかこれ、外にね、なんか、バイクの彫刻みたいなの置いてあったりして、で、なんか朝、この卵置いてあるの分かりますね、周りに。これで朝起きたら卵置いてあったんだって。誰が置いたかは分からないって言ってました。これなんかお尻ですね。これいろんなもの作ってるんですよね。はいはい、はい、まあまあこんな感じです。はい。で、まあでも、まあ、まあまあこんな感じです。で、やっぱね、あの、僕、彼ら、なんていうかな、その、あの、やっぱ擦れてないし、僕、こういうストレートさ、すごい必要だと思いますよ。で、多分彼らこのまま行く。で、ある程度もう、あの、その東京来てね、いろんなものを見てるしね。で、僕、ちょっと話したけど、やっぱりすっげえ会員っすよ。で、あの、3人で多分いろいろ話してるんだと思うのね。で、あの、アートも多分好きなんだろうから、いっぱい見てるんだと思うんです、実は。で、あの、その上で何が足りないかみたいなものも分かってるし、多分、すごくこう分担っていうかな、もうできてるような気がする。で、あと何が必要なのかっていうのはよく分かんないけど、でも、もうとにかくいっぱい見たいね。だから、いろんな場所でいっぱい、やっていけばいいのかなっていうタイプな気がしますね。あの、彼らの場合滑っても、あの、全然傷にならないと思いますので、どんどんやっていけばいいと思うね。もう、あの、かっこつけずにボンボンやればいいんじゃないかなっていう感じですよ。うん、という気がしますね。うん、まあそんなもんか。まあ、なんかね、テキストはいろいろ書いてるんだけどね。ああ、あの、バットのやつ、木製マッチョっていう名前なんだね。タイトルすっげえいいよね。あの、一番上にあったのバイクのやつは、バイクのやつはね、あの、下のところのね、土が前方後円墳になってるんですよ。だからね、コスモ古墳っていうらしいです。ね。いや、これなんかいいね。こういうやっぱりノリはいいよね。うん、まあ、これからどんどん面白くなるんじゃないですか。何も言わなくてもやるでしょ。ね、草むらマッドラット。なんで草むらマッドラットっていうだったかなんか聞いたような気もするけど忘れちゃったけど、もう、あの、草むらマッドラットでぜひね、いいと思う、いい名前だと思うんで、ぜひこれでやってほしいと思いますね。期待してます。というか、もう、まあ、期待っていうか、まあ、単純に作品また見たいですね。みんなの。面白い作品どんどん見たいなって思うんで、ただ、あと、そういえばさ、ここの、多分これ、映像あったんだよね、多分作品。その俺映像作品見てないんだよな、実は。だから、ちょっとそこだけ残念ですけどね。はい。でもすごい好きでした。まあ僕はやっぱりその JP と、ジダン。まあどっちかというと JB ですね、やっぱりね。が好きでしたね。すごく。うん。まああとは木製マッチョ。ね。すごい好きでした。これ、なんていうかな、その、もうちょっと話しちゃおうか。やっぱりさ、西海岸的なノリっていうか、いう感じはするわけですよね。なんだけど、多分ちょっと違うんだと思うのね。その郊外っていうもの、日本の郊外とやっぱりアメリカの郊外って違うから、やっぱりその東京から離れたところにあるその広島、まあみんな広島出身なのかどうか知らないけど、その広島ってさ、まあすごく中途半端な土地だよね。中国地方では、中四国地方ではトップなんだけど。その都市の都市としてはかなりでかいけど、ものすごいかなり大きな都市ですけど、あそこでも経済的にそんなにめちゃくちゃそのいいわけでもないし、でもある程度事足りてるし、
って田舎じゃないけど都会に なってるようななってないような文化もどうなのか、でもその上原爆っていう世界的な都市になってる、この中途半端さとグローバルな感じ、名前が突っ走ってる感じが同居してるっていう、そのなんかあのなんていうかドイナ、つまりさグローカルみたいなさ、すっげえドイナガとあグローバルみたいな、そういうのってさつながりやすいんだよね。対極にあるからビュってつながるんだけど、すごいさ広島ってな、広島のヤンキー乗りみたいな、郊外乗りみたいなものってグローバルなものとつながりにくいんじゃないかっていう気がする、なんとなく。でもそこを僕つなげられるないと、やっぱりその、まあ、広島っていう特殊な土地のねその記憶とかってあの残っていかないと思うんだよね。リアリティがないから。だから現代のリアリティとそのグローバルなリアリティ、グローバルな中での日本とか広島とか、っていうもの、まあ、福島でもいいけどっていう、そういうものがくっつかないと、くっつけるその接点見つけていかないといけないと思うのね。でも彼らは多分感覚的にそういうものを持っているんだろうなっていう気はします。そんな気はしましたね。はい。まだ分かんないんだけどね、僕も。まあ、とにかく、面白い作品見れそうなんで、どんどん見せてください。全然田舎でも行きますんで、ね。全然郊外っていうかね、別に地方とかでもね、行きたいですね。はい。地方でもいいんで、楽しみしてます。また見せてください。はい、ありがとうございました。ということで、草むら、マッドラットの、レックスレスという、展覧会でした。はい。はい、ということでね、皆さん、いいねとチャンネル登録、どうでしょうか、していただいたでしょうか。よろしくお願いします。はい。ということで、もうすぐね、もうね、そろそろね、終わりたいですね。あと何しましょうか。あ、古墳の話、埼玉の古墳か。あ、埼玉の古墳で目か。広島はいろいろやってる、金山サイズムとかも、カープのバティスタがドーピングそうなんだその情報面白いねそうなんだ